このヘッドホン、商品プロデュースされるにあたり、ちょっとご感想などお聞かせ願えますか。そうですね、いつもレコーディングスタジオに僕いるので、いろんなヘッドホンを使ったりするんですが、こういろんなフィット感とかそのデザインとか、いろんなことを含めて、このヘッドホンがいいな、っていうのを、ある程度絞っていきまして、それを自分なりにデザインし直したっていう感じですね。なるほど。今デザインのところでもお話がありましたが、今回この赤もすごく映える赤で、さすがに YOSHIKI さんのかっこよさがさらに映えるような赤なんですが、この色などもこだわりはあったんですか。そうですね、いろんな、色も考えたんですけど、結構僕ちょっと黒とか白とかってイメージが多いんですけど、そうですね、ちょっとフェラーリみたいな感じになるほどイメージもして、あと XJAPAN とかもその X とロゴって、赤っぽかったりするんで、それをちょっとイメージして、そしてですね、先ほどからこの後ろに大きなポスター、なんか色っぽいですよね。美しいです。こちらのポスター撮影されるにあたり、何かこう体調管理ですとか心がけたことなどありますか。普段から鍛えてますから、どんな感じで鍛えてらっしゃるんですか。いや、もう腹筋1000回みたいな。そういう1000回、例えば食事など気にされたりあるんですか、そういったことは。結構食べたいもん食べてますけどね。ちなみにどんなものが最近だと。バナナどれ一番こだわってプロデュースしました。やはりこの辺、なんか色と YOSHIKI のこの Y の感じとか、そういう、結構ヘッドホンってそんな派手なのってあんまりなかったりするんで、思いっきり派手にした、なんかファッション感覚でもなんか楽しめるような感じが。一説ではね、来年はワールドツアーに出るみたいな、お話。そうですね、バンドの方も出ると思うんですが、その前に多分ソロでも出そうな感じですね。YOSHIKI クラシカを出して結構人生が変わっちゃったみたいな海外で発売して結構いろんな反響をいただいて、そっちもワールドツアーに出そうな気配です。じゃあまず YOSHIKI さんがソロでそのクラシカルでやってからジャパンみたいなっていう風になるような可能性はありますね。これはファンは来年は楽しみだと思うんですけど。そうですね、今年あまりファンの前に、出なかったので、来年は、ちゃんとミュージシャンとして出てくれると思いますけど、来年早々にでもお年玉というかいいお話が聞ける感じですかね。そうですね、ありますね。何らかのツアーの発表があると思います。ファンの方も待っていれば YOSHIKI さんに会えると。そうですね、本当長い間待たせてしまって本当申し訳ないんですけど、ロスでお過ごしになるよね、今年のクリスマス。そうだと思いますね、パーティーとかそういう感じではないんですか。結構アメリカってクリスマスってみんな家族で過ごすんで、僕は結構一人でレコーディングしてます。寂しいですねこの後秋葉原に行くっていうふうにさっき伺ったんですけど、こう日本に帰ってきた時そういうところに行かれたりすることあるんですか。秋葉原は行ってないですね。なんかすごい楽しみにしてるんですけど、どんなことをしたいとか、なんか興味あることある。それはもう観光したいですけど、していいんですかねもうしたいですね、ちなみに AKB 劇場とか行ってみたいと。行ってみたいですねオタク文化が秋葉原だとこうすごい広がってると思うんですけど、そういう、こうアニメとかなんかそういうものにはこう興味持たれてる。いや、大好きですね。アメリカで結構僕そういうコンベンション、アニメエクスポとか、例えばフランスだったらジャパンエクスポとか、あとワシントンでボルティモアであるオタコンとかも僕結構行くんですけど、すごい盛り上がってまして、すごい可能性も感じますし、アニメも大好きです僕は。ワンピースとかも読んでますし。そうなんですか。ナルトとかブリーチとかも好きですエヴァンゲリオン